はい、どうもこんにちは。藤本動画、藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はですね、また稲城長沼駅のね、スコープドッグのね見に来たんですけども、今回ねちょっとレッドショルダー仕様になっていまして、はいね、中がいい感じですね。はい、かっこいいです。はい、今回ね持ってきているのはこちらのカメラね、ソニーの α350 にね18mm55mm のレンズをつけた、ソニー純正レンズをつけたねカメラと、あとねまたちょっと車本撮りに行かなきゃいけないんですけれども、ニコンのね D60 を持ってきてるんで、こちらの方でねちょっと写真をねいろいろ撮っていきたいかなと思っています。じゃあね早速これね写真撮っていきたいと思います。全然結構と暗くなっちゃった。ちょっとストロボタックかな。はいはい、もっと絞るか、もっと絞りたいですね。よいしょ、ちょっと片手で撮影してもらうと、よいしょ、こんぐらいか。えなかなかたまらんですな。はい、ね、スコープとかね今撮っていますけど、よいね、いやいい感じですね。かっこいいね。やっぱレッドショルダーいいね。レッドショルダーかっこいいですね。やばい、また雨降ってきた。今日はねちょっと台風が近づいてるんでね、雨が降ったり止んだりなんですよね。はい、お次はね、こちらですね、ニコンの D60 の方でちょっとね、写真の方をね撮っていきたいと思います。ついてるレンズはねこちらも 18mm55mm のね、ニコンの純正レンズですね。 APS-C 用の純正レンズついてます。こちらの方もねちょっと写真撮っていきたいと思います。よし、だいぶ逆光だからこの辺がいい。レッドショルダーの肩にちょっと隠してみよう。よいしょ、はいはいはい、かっこいいね。絞ろうか、もっと絞ってみようかなと思います。ね、ちょっとね被写体ねボトムズがね逆光なのでね日中シンクロしながら撮ってます。はい、こんなもんか。見えるかな、映んないか、映ってないですけどね。はいThank you.
ちょっとね、ついでなんでね、向こうのね、ガンダムとシャーザクをね、ちょっと撮ってこようかなと思います。ね、こんな感じで、前回はね、ここ来た時はあとシャッターが降りてたんでね、シャッター越しだったんですけど、今回はね、こんな感じで。ね、ちょっとなんかいっぱい書いてありますけど、読めたい人はね、ここで、ちょっとポーズして読んでもらえればと思います、はい、ね、うん、ザクと感じもね、はい、じゃあね、これもね、ちょっと写真をね撮っていこうかなと思います。はい、ね、とりあえず何枚かっていうか結構なね、数、写真を撮りましたのでね、帰ってどんな風に写っているか非常に楽しみなんですけど、今日ね、台風がね、向かってるはずなんですけどね、土砂降りの中で撮る羽目になるかなと思ったんですけど、先ほどちょっとね、雨が降りましたけども、今この状態ですごく快晴、ね、嵐の前の静けさというやつかもしれないですけども、めちゃめちゃね、天気が良くて、でちょっとね、背中側にね、逆光で太陽が入ってしまうんでね、なかなかこういったもっとね、強力なストロボでだとね、バッチリ撮れるのかもしれないですけど、ちょっとボディストロボだけなんだよね、まあ、ちょっとね、暗い写真とかね、あとは被写体を明るくしようと思うとね、背景が飛んでしまったりとか、まあ、そんな写真にはなってるとは思いますけども、まあでも、まあいいんじゃないかな、はい、ね、非常に楽しかったです、はい、ということでね、たまにこういったような動画もね、撮ってみてもいいのかなと思ってますんで、藤本動画、またぜひご覧ください。藤本動画でした。